こんにちは、速稼塾の久保です。まあ何にしてもね、一定のレベルに達するまではいわゆるしんどいもんですね。今回ね、松潤さん、6畳のピアノマン松潤さんが YouTube しんどいクラブってのをねスタートしたんですよ。まあこの YouTube しんどいクラブ、気持ちはよくわかるなと思います。松潤さんでも弾き語りをするっていうのも一朝一夕になり得たわけではなくて、やっぱりね、大変な思いをしながら雨も日も風の日も練習をしてそこにたどり着いたと思うんですよ。私も今ね、三味線をやっていまして、歌い弾きって言って弾きながら歌うことをやってるんですけども、三味線ってのはね、あのこの音楽、三味線の音符と歌の音符っていうのをこうずらしながらやるところに味とかわびさびがあるんですよね。だからすごくね、その辺で戸惑ってますね。いやーでもね、楽しいというか、一つのしんどいことをクリアする、大変なことを大変じゃなくする、苦手を得意にする、これがね面白いですね。私はね、しんどいながらも楽しいと思います。まあ、マラソンのランナーも 42.195 キロ、決してね楽ちんで走ってるわけではないと思うんですよ。その走る中には爽やかな風を感じたりね、長い坂道に息が切れたりとか、いろんな思いがあるんだろうなと思います。まあでも一歩二歩と進めていくうちに、今まで足を踏み入れてこなかった距離が自分のものになっていく、まあ、そういうところにね喜びがあるのかなと思っちゃったりしますね。YouTube しんどいクラブ、頑張っていただきたいなと思いますし、 YouTube ね、確かにね、これから1000本 YouTube やろうと思ったら、上1000本かと思うけど、今まで作ってきた1000本を振り返ると、ああよくやったなっていうふうな、こういうふうな気持ちに変わるんですよね。まあ、ですんで、あのこれからの道をこう考えていくとね、大変だなと思う反面もあれば、この YouTube の向かう先には何があるかっていうと、視聴者さんとの出会いとかね、それからもちろん収入もあったりとかするわけですよ。まあ、だからね、そういったものを考えた時に、こうしんどいさ、大変さとそれに得られる感動とか出会いっていうのを天秤にかけると、もう圧倒的にね、出会えた喜びや世界が広がったその感動とかね、収入のありがたさとか、こういったものがトリプルパンチで喜びを、もたらしてくれるのかなと思いますね。非常にしんどさも癒してくれるかなと思います。まあ YouTube しんどいクラブ、多分ね、 YouTube をされてる方でしたら誰でも感じたことがあるんじゃないかなと思います。こちらの方ね、よろしかったら見ていただきたいかなと思いますんで、この動画概要欄からね、じゃあどんなしんどいに対してどんな思いを展開させていくのかっていうことを、これからどん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 増えていくと思いますんで、皆さんで共有してみてください。 YouTube ってなんでしんどいのかなと、 YouTube のメリットは分かるんだけども、 YouTube はなんでできなくなっちゃうのかな、こういうところをね共有し合って、何か新しいアクションに切り替えていただければと思います。それでは。